はい、皆さんこんにちは。まあね、もうアップされてる時にはもうね、夜こんばんはだと思うんですけども、今日ご紹介する商品はですね、UCC さんから出している食品のコーヒーなのかな、コーヒーでいいのかな、深いコクのスペシャルブレンド、これはですね、会社の友達からもらいまして、何でしょうかね、あげるって感じで言われて、でまあね、僕いつも言ってるんですけども、まだ開けてないの分かりますかね、開けてない、でも未開封でね、コップがこれしかなかったので、ちょっとね、すいませんね、ちょっとね、親のなんですけど、すいません、ちょっと僕こういう可愛いの興味ないって、こういうねものを持ってないんで、あらかじめそこはね、気にしないっていうか、あんまり誤解しないようにお願いしますね。ではね、外観です。振ってから切り取るとかね、いろいろと書いております。ではね、開けてみたいと思います。あ、外観だ、外観です。こんな感じですね。パックだとこれ一つしかなかったんでね。ではね、開けます。おお、結構香りが強いですね。で、これでどうすればいいんだ。で、ここを切り取り、開けろと。ビリビリ。で、これで、こっちも開ければいいのかな。で、こんな感じでいいのかな。違うんじゃないですか、違うんじゃないですか。お待ちくださいね。ああ。あ、こんな感じでなります。まあドリップしなきゃいけないんで、まあ、ちょっと時間かかるんで、そういうね。ついた状態をまたねしますので、一旦止めます。はい、ですね、コーヒーね、ドリップしてこんな感じになりました。ですね、まあね、ちょっといただきたいと思います。ちょっと、ね、部屋汚くて申し訳ないですね。ちょっとすごい恥ずかしいんですけど、大丈夫かな。はい、ですね、今ね撮影してたんですけど、止めちゃってね。はい、ではいただきます。うん、美味しい。香り高いですね。この袋のところからまだコーヒーの匂いしてるんですけど、美味しいですねこれ。UCC さんの職人のコーヒー、深いコクのスペシャルブレンド、苦味が4つで、酸味が2つ、コクが、5個ですね。この赤くなっちゃったのこのランプなんで、申し訳ないですね。まあね、これたまたま今日会社の友達からいただきまして、なので、まあ、紹介しなくていいかなって感じを思ったんですけど、何かしら紹介しないとですね、僕開けたくないっていう人なんで、開けたくないんですよ、ね、よくわかんないよね。ですね、まあ結果的に申し上げますと美味しいです。なので、香りも高いですし、美味しいです。まあ、その次の動画はこのレモニア、レモニリアっていうちょっと感じだったんですけど、ヤクルトさんのレボ
ね、寝坊じゃないな、もう疲れてるんですよ、寝坊にや、いや、ね、これ結構僕好きで、ね、会社にね、近くにあったんですけど、最近なくなっちゃって、あんのかな、レモニアっていうね、ちょっとレモン味と、なんか、ハーブ、レモンハーブティーみたいな感じですね。なので、次はこれやりたいと思います。まあね、これは、まあ話変わっちゃうんですけど、ちょっと待ってくださいね。皆さんのねおかげでね最初なんてっていういろいろと僕悩んでたんですけど、まあちょっとね言わせてもらうと何ですかね、こんな感じかな、ですね、本当のことを言いますと、まあもうね、いつも僕はすごい気になってね、いるんですけども、ね、皆さんのおかげでね、ね、結構まあ、自信持てるようになりました。ね、これをね、このあれも、ちょっとまずかったらまずいって言わなきゃいけないし、上にはちょっとこのあれはちょっと、ね、苦いんじゃないかとかね、言わなきゃいけないですけど、本当はまずいのに、まずくはないですけど、例えばまずいのに、いやー美味しいですよっていうね、そういうね、なんですかね、なんていうんだろう、そういうね、本当のこと言わないとダメかなっていう感じで、で僕もね、いつも土曜日か金曜日、土日は僕仕事休みなんですけども、月曜日から金曜日まで仕事を、まあ、ね、4時ぐらいに帰ってくるんですけども、家に着くのは。で、それでですね、ね、やっぱり、思うのが、4時か5時ぐらいかな、ちょっといろいろと忙しくて、5時ぐらいかな、なっちゃうんですけど、早くても4時ぐらいに帰ってくるんですけども、ね、やっぱ、まあ、これは以上なんですけど、ちょっと、これはちょっと言わせてほしいので、ちょっとね、別のね、動画でやってもいいんですけど、でもですね、やっぱ帰ってきて、で仕事終わって疲れたって時にね、家で、ね、YouTube 僕の部屋でやってるわけなんですけどもで YouTube やっていて何が変わったかと言いますと、ちょっと噛んじゃって申し訳ないですね、ほんと、まあね、結果的に言いますと、前向きになれたか、前向きになれたかね、はい、今日はですね、ちょっと探し戻したいんですけど、まあ後で探します。今日はですね、UCC さんの、職人のコーヒーをね、ご紹介しました。職人のコーヒー深いコクのスペシャルブレンドをね、紹介しました。じゃあね、いつも言ってるんですが、上のチャンネル登録ボタンから、もしよかったら、すいませんですね、してください。あと、
の、 あの最新ね、チャンネルっていうか動画見合います。もしよかったらね、ね、チェックしてみてください。まあね、長くなっちゃったんですけど申し訳ないです。ではね、その辺で失礼します。